皆さんこんにちは、ビールジェンド栄養士の板垣です。今日はですね、このスポーツ&リカバリーを使ってアイススラリーを作ってみたいと思います。アイススラリーとはですね、熱中症予防にすごく有効とされているドリンクのことで、凍らせたスポーツドリンクを液体のスポーツドリンクで割って、フローズン状のドリンクなんですけども、体の内側から冷やすような効果があるので、すごく熱中症対策に有効とされています。これをビーレジェンドのスポーツ&リカバリーで作っていきたいと思います。用意するものはですね、水合計で 600ml 用意してください。まずは氷を作りますので、 400ml のお水をシェーカーに入れてください。で、スポーツ&リカバリーですね、合計で1杯分使います。で、まず氷を作っていきます。で、 400ml の水を入れたシェーカーにスポーツ&リカバリーを3分の2量入れていきます。これを入れていきます。で、氷と普通に作る液体で作る方のスポーツ&リカバリーの割合が2対1で今日は作っていきます。作り方は人によって2対1だったり3対1だったり、作り方の比率はあるんですけども、氷の方が多い比率っていうのが大きな特徴です。今溶かした 400ml のスポーツ&リカバリーを製氷皿などに入れて凍らせていきます。凍らせた 400ml のスポーツ&リカバリーと残りの 200ml のスポーツ&リカバリーを一緒に合わせました。で、 200ml の方なんですけども、お水 200ml とスポーツ&リカバリー3分の1分量ですね、お水に入れて溶かしたものです。はい、入れていきたいと思います。はい、全体が馴染んだので完成です。全体が氷と液体のスポーツ&リカバリーと混ざってシャーベット状になっているのが分かるかと思います。完成しました。スポーツ&リカバリーを使ったアイススラリーの完成です。グラスに移し替えたんですけども、屋外でスポーツされる方は保冷の機能があります。ちょっと大きめの水筒に入れてもらったら氷を飲むことができますので、ぜひ持ち歩いてみてください。では次はレビュー編を次の動画でお届けしたいと思います。次の動画でお会いしましょう。さよなら。